あ、その今お話があった小川と赤星の両先発ということですが、2回の小川の投球からとご覧いただきましょう。まあ、最初にこの、ね、好調の岡本と対戦したところで、岡本も手打ちだったんですよね。はい、ストレートと思ったらカットだったという打ち方ですから、はい、そうですね、はい、そしてこちらも好調の中田を空振り三振にしておりました。まあ、ストレートが速い球を持っていると落ちる球は有効になってくるんですね。そうですね。そして一方のジャイアンツの赤星です。これは2回大山がライトへツーベースヒット。赤星の投球はどういうふうに映りました？私は結構先発では結果出るんじゃないかなと思うぐらい の、はい、その内容だったと思いますね。今のノーハルスの膝元のカットなんですけど、はい、球種も豊富ですし、はい、ストレートもまあ150キロ近くと100キロ出ますので、うん、これは先発の中に入る可能性はあると思いますね、はい、今の前側の三振も外のフォークボールでした。3回小川のピッチングです。ノーアウト1塁にランナーを置いたところで吉川がレフトフライ、まあ、この場面はレフトの前側の守備ということになりますが、今日は強めの浜風も吹いてました。で、あのフェンス際というのはね、この 4.57 メートル の、 あのエリア、あの人工芝にね今年から変わってますが、はい、まあ、ちょっと危なかったですね。まだね、はいはい、3回です。赤星に対して今日小畑もこれアピールしましたね。しましたね、はいはい、やっぱ3本は大きいですね、はい、そしてこの回はヒットで出た後は盗塁も決めました。これも小畑のセーフスポットですね。小畑は走れるぞというのを見せましたからね、はい、今日小畑にとって非常にいい試合になりました、はい、あの中野の動向が気になる中でチームにとっても大きいですね、はい、ただその後近本が三振、糸原がレフトフライということで、まあ、タイガースもなかなかランナーを先に出してはいたんですが、先手が取れない中ゲームは進んでいきます。まあ、先発した赤星もしっかりとこの辺は結果を出しています。4回ノーアウトランナー1塁で、まあ、あのノーアウトランナーを出してさあどうかなと思ったんですが、すぐにこの丸をゲッツーに取ったのが大きいですね、はい、いい高さですねボールも、はい、まあ、やっぱり原因があって結果があるというところです ね、 そうですね、高いとやっぱヒットされると思いますけど、いい高さに落ちましたので。それと今日はガンケルの登板の機会があったのを驚きましたけどね。これ1回で終わったということはまだこう試運転というか、まだ万全ではないよっていう証拠ですね。まあ、一応投げてみただけですね。ここも立岡の送りバントでランナーが 2,3 塁と進んで坂本、まあ、ここは坂本しっかりとライトへの犠牲フライ、これでジャイアンツが1点を先制という今場面。ピッチャーはこの回はランケル、まあ、1イニングだけの投球ということになります。7回です。ここで湯浅が出てきますが、湯浅好調保ってるんじゃないですか、はい、うん、ここは落ちる球で岡本を三振、うん、どんどん登板して抑えて自信にしてほしいですね。さっきの小川じゃないですけどね、はい、そうですね、はい、自信がどんどんついてくると、はい、いい結果も出やすくなりますし、はい、それぐらいのボール投げてますんでね、うん、今の中田もちょっと詰まってたということですよね、はい、7回のタイガース、ここで隣にピッチャーが変わってるんですが、ワンアウトランナー一塁からこの前側がね、ライトへ熱いヒットを放つこの場面です。これもツーストライク捉えてからでしたからね。そうですね、はい、あ、喜びの表情。まあ、2アウトランナー 2,3 塁となったところで、まあ、本当にあのゲームの中では勝負だというところでの小畑のレフトセンター2の2点タイムリーツーベース結果を出しました。この時点で2対1とタイガースは逆転というところ。まあ、戸田もね、最後もストレートでという感じで悩んできた、はい、ボールでしたけどね、見事に弾き返しました。まあ、3-2にしたら大型が勝ちですよ。そうですね、はい、8回タイガースは育成の岩田がマウンドに上がって、ジャイアンツはワンアウト2塁1塁から立岡、バットの先でレフトの前に運んで、これがタイムリーヒット、これで2対2の同点に追いついたということになります。まあ、岩田もちょっと球数もね要しましたしね、今日はね、うん、そうですね、はい、8回です。近大の先輩後輩対決になりましたが、畑に対してツーアウトランナーなしから佐藤がセカンドゴロ。今日は結局バースデーだったんですがヒットはありませんでした佐藤です。9回は及川がマウンドに上がりました。ワンアウト一塁からこの増田陸をズバッときまして、そして増田大輝はサードゴロ。投げてるボールやっぱりいいボール投げてますんでね、はい、あとはまあ若干のコントロールが良くなってくると、まあ、万全じゃないでしょうか。ですかね、はいはい、9回直江に代わってツーアウトランナーなしから前側の今日2本目のヒット、これも完全にね体勢はこう崩れてるので、
それをあそこに運べるというね、はい、技術の高さを出しましたね、見せましたね。今のベンチの笑顔の向こうにある偉いやつが来たぞという、来たぞという、そういう顔ですよ、本当はね。いただきました。で最後は長坂ショートゴロということで3アウトになりました。最終的に2対2のタイスコアでこの伝統の一戦のまず今年の最初の対決が終わったというところであります。